こんにちは、スタジオヨッシーからヨッシーでございます。今回ご紹介するのは使い捨てマスクのケースを作ってみました。まあ、いろんなタイプのマスクがあるんですが、だいたい M だったりそのレギュラーサイズだったり書いてあるんですね。でサイズってどのくらいなんだろうっておそらく皆さん気にしたことないと思うんですけども、マスク後ろの面を見るとですね、ここに書いてありますね。 90mm×175mm 縦掛け横、こんな風にサイズって書いてあるんですよ。こちらもですね書いてあるはずです。あ、ここに書いてあります。 90mm×175mm 同じですね。サイズだいたいレギュラーサイズっていうのはだいたいこの 90×175 っていうサイズみたいです。この出来上がりサイズなんですけれども、横幅がですね約20センチぐらいですね。で、ただこれジッパーなので入り口が狭くなってしまうんですね。で入り口がだいたいそうですね18センチ、マスクがちょうど入るぐらいですね。と高さがですね10センチぐらい、ちょうど収まるぐらいのサイズで作っております。とこれ僕が作ったプリーツ式の布マスクなんですけれども、ちょうどここにすっぽり入るサイズですね。こんな感じですっぽり入ります。ちょうどでしょう、ジャストサイズです。今回の動画はですねこのプリーツマスク入れのジッパーポーチの作り方をご紹介したいと思います。まず材料の前に型紙が必要になります。型紙はですね横幅22センチ、縦12センチ、長方形の型紙をご用意ください。今回のこのポーチはですね不織布という素材のもので作っております。型紙で2枚不織布を切りました。ジッパーが1本必要です。ジッパーはですね20センチのジッパーを使ってください。はい、それでは塗っていきたいと思います。まずですね、このジッパーのこの端、ここのペロペロしているこのここの部分を処理したいと思います。このようにまず折りまして、で奥に折る、このような感じにしてを塗ってください。まあ、ミシンで縫うと少し難しいので手縫いが得意な方は手縫いでここを縫ってみてください。はい、こんな感じですね。こんな感じです。中表に合わせてここを縫っていきます。ジッパーを縫うときですね、ここでジッパーがここにあるのでここが縫えないんですね。縫うときは一回押さえを上げていただいて、で斜めにして、でこのジッパーを少しずつ開けて、でここに逃がしてあげてください。こういうふうにして、また押さえを下ろして、で引き続き残りを縫っていきます。反対側も中表に合わせてここを縫っていきます。はい、縫えました。こことここに押さえにしめていきます。ジッパーはですね開けといた方が縫いやすいと思います。はい、押さえのミシンがこのように縫えました。次はですねジッパーを半分ぐらいに締めていただいて、中表に再度合わせていただきます。でここを合わせます。この字縫い代7ミリから10ミリで縫います。とここの
はみ出てるところはですね、ここのに沿ってカットします。はい、裏返します。この角はですね、きちんと角が立つように角を上げてあげてくださいね。はい、仕上がりましたよ。では実際にマスク、先ほどのこの 90mm×175mm のマスクを入れてみたいと思います。入るかな。はい、スポッと入りました。はい、こんな感じですね。綺麗に入りましたよ。本当作り方簡単です。本当作り方簡単ですので、ミシンを持ってらっしゃって裁縫が、まあ、久しぶり裁縫まだしてないなという方も、もしお手元にミシンがおありでしたら、ぜひぜひ作ってみていただきたいと思います。もう本当100円ショップの材料でできますので、挑戦されてみてください。以上、スタジオ吉から吉でございました。ご視聴ありがとうございます。